ポンポン、イケポン、イケポンポン。はい、どうも皆さんこんにちは、イケポンです。今日もよろしくお願いします。はい、今日の動画は、今までの Vlog 動画はちょっとお休みで、企画の動画となっております。はい、これからねそういったのが多くなるのでよろしくお願いします。で、今日の動画は、タイトルにもある通り、僕が住んでいる神戸という町はですね、非常に坂道が多い町でございまして、今日はねその坂道を、紹介していこうと思います。非常にねこの坂は有名な坂で、愛徳坂というところですね。今日行くところはなんか一時期ハッシュタグジェットコースター見たいみたいな感じでなんかこう有名になった場所でもあるので、もしかしたらね、知っている方も知っているかもしれませんけど、ほとんどの人が知らない場所だと思うんで今日は紹介していこうと思います。そこで、実際どんな感じのね坂かっていうのを、皆様に今日はお届けしますので、でこことはちょっと場所が離れておりますので、今から、アップがてら走ってから、向かおうと思いますのでよろしくお願いします。では早速移動していきましょう。はい、ここは二国沿いなんですけど、こっちのね垂水と舞子の間のあそこにあるトンネルに今から向かって走っていきます。はい、ケポンです。一応スタート位置の霞ヶ駅に着きました。はい、ちょっと逆光で見にくいですね。はい、でここから、こっちですね、はい、こっちの右の方に行く坂道があるのでそちらを上がっていこうと思います。で、途中までは結構緩やかな坂道になっております。メインのきつい坂ではございません。はい、で今から上がっていくんですけども、一応、交通ルールとか、一人迷惑にならないように、登っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。ちょっと噛みすぎですね。はい、じゃあ行きましょうか。チャンネル登録よろしくね。はい、では登っていきます。よろしく頼む。
本命の坂道が来ました。さあ行くぞ。頂上に着きました。坂道登り切って頂上にいます。上からの景色はこんな感じです。はい。すごいですね。はい。伝わりますか？いやすごいっすわ。きっつい。最高。じゃあここは勾配が 17% かな、 8% できつい勾配って言われて、その倍はすごいですね。車も車もブレーキベタ踏みです。いやきつい、きつすぎる。で距離はね、あの駅のとこから、800m ですね。はい、マジできつい。すごいな、ここの学生毎日これ登ってんやろ、マジ地獄やな。あすごい、もうすごいですよね、これほんまにジェットコースターみたい。それはそうやなと思います。はい、もうこんな感じのアングルですね、一番下らへんからの。はい、ということでこれを下っていこうと思います。はい、では下って帰ります。めっちゃ怖い。
駅の方に戻ってきました。なかなか急な坂でしたね、本当に。ここはね、スタート位置からは、まあ、ちょっと緩やかな坂で、本当にね、頂上のところがグンと上がる坂なんで、はい、なかなか行くまではちょっと時間かかるんですけども、まあそれでも 800m あるんで、結構いい練習にはなるかなと思います。で、月もね、たるみだけじゃなくて、まあ須磨とかもうちょっと東の方の、灘区とか、いろんなところの坂をもうすでにピックアップしているので、はい、次回もまたお楽しみください。ちょっとね、いろいろと至らない点もあったかと思うんですけども、今後ともよろしくお願いします。はい、というわけで、今回の動画はこれで終わりたいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ぜひよろしければね、関西圏の坂よろしければ教えてください。関西圏で行けそうな場所であれば僕走りに行きます。皆さんの全国でもいいです。はい、ぜひ教えてください。というわけで、それじゃあバイバーイ。